がユダヤ人であるとか、キリスト教のギリシャ政教であるとか、アルメニア政教であるってそういう宗教と結びついたアイデンティティがある人たちが現地に住んでて、しかも世界中に散らばってる人たちもそれ支援してて、そこにお金が来るし、あとパワーが来るわけですね。なんとかあのアメリカの支援を受けたら国が作れるとか、うん、そうやって各地でその時々の世界最強の国とか、有力な国に、まあ、その関係者がいて、頑張ってその政策を。 そっちに誘導すするわけですよね。そうやって切り取ったのがレバノンとかイスラエルで、まあ、あとヨルダンなんて国はそうやって切り取りまくった結果、なんか余っちゃった、余っちゃったっていうか、逆に言うと、いろんなところにイギリス約束しちゃったわけですよ、こうアラビア半島でその勢力があった、メッカとかメンテナンのところの勢力が、ドイツと一緒になってドイツ倒すために、ね、オサマン帝国倒すために。 一緒にやろうねとか言って、あのもしオサモン帝国倒したらお前になんか王国やるよとか約束しちゃって、でもなんかそれがうまく約束が果たせなくなったときに、無理やりイラクとこのパレスチナ、イスラエルの間の、ね、変な余った歯切れみたいな土地ですよね。あそこに寄る作っ,って、うん、それでちょっと約束しちゃったなっていう、もともとメッカにいたメッカのハーシム家っていう、ハーシムってあの、まあ、有力な貴族ですけど、 <laughs> でも、でもアルペアン半島で戦争負けちゃって、内戦に負けて追い出されちゃったんですよね。それで、イギリスな何とかしてよみたいなこと言ったり、最初はシリア行けとか言ったら、シリアに行ったら、フランスに追い出されちゃって、しょうがねえなってでこう、イラクとパレスチナの間にヨルダンってもう無理やり切り取って、変な形の国作って、はい、ここで王様やってねって,って渡して、まだ、だからヨルダン、ハーシム系、まだ、ハーシムさんの家がまだね、統治してますよね。